こんにちは、速稼塾の方です。人間は社会の中で未熟な時っていうのは感情が理性を支配してるんでしょうね。だから感情のままに、好きな女の子のところにアタックしていったりとか、そこで取り返しのつかないことをしてしまったりとか、感情が先行して後で理性に気づいてしまったみたいなことがあるんではないかなと思います。そしてね、そういった経験を繰り返していく中でだんだん理性ってものが自我されていくんですよね。確立していって感情をどん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 コントロールしていく、別の言い方で言うと感情を抑えていくようになってる、なると思うんですよ。泣きたい時にも泣けないし、言いたいことも言えないし、それが大人になるってことなのかもしれませんし、社会の中で成長っていうのはそういうふうにしていって他者との齟齬がね、起きないようにしていくことだと思うんですよ。だからどんどん孤立していくんでしょうね、きっと。環境としては共感しているから一つのグループにいる、マジョリティになっているんですけども、実はですね、マジョリティに入れば入るほど自分としては望まない方向に行ってることが多いんですよね。なぜなら自分の内側から考えることよりも他者にどう評価される方の方が重くを占めてるからなんですよ。そういう意味で言うとね、本当に感情のままに生きれたらどんなにいいだろうかと思うんですけども、感情っていうのはまるでね、両手にこうやって広げたその幅のようなものなんですよ。両手を広げた幅のようなもの、こういうふうに感情のままに両手を広げると隣の人が広げてる手に当たってしまうんですよね。ですので広げられる手をちょっと短くして、この辺で邪魔にならない程度にしていく人が、うまく世の中を渡っていくってことなんでしょう。あくまでこれは社会の中です。でも人間の成長と社会の中で人間的成長っていうのは似て非なるもので、全く違うことになると思います。多分人間としての成長っていうのは特にないんだろうなと思います。成長という名の老化をしていくだけなんですよね。生まれてから死というものに向かっていく以上ずっと老化してるんですよ。老化っていうのはまるでネガティブなイメージを社会の中で私たちは感じてしまいますけども、老化するってことはやっぱりね、一歩二歩と死に向かって歩みを進めているってことだと思うんですよ。ですんでそんなに冷えしたものではなくって、一歩歩かなければわからないこと、十歩歩かなければわからないこと、100歩歩かなければ、1000日歩かなければ、1万日過ごさなければわからないこと、そして人間の寿命はおそらく3万日ぐらいなんでしょうね、きっとね。ということはね、1万の日数を3回しかトライできないわけですよ。まるで朝昼晩という3つのフェーズに分かれているかのようです。さあ、私たちは朝最初の1万日を過ごした後、どんな2万日を、2万日ね、1万日目から2万日目を過ごすのか、そして最後まとめの3万日へ向かう途中で、もしかしたら3万日を待たずにね、倒れていく人もいるかもしれません。そういう意味でね、20代ってのは最初の1万日のラストスパートです。花山さんね、その辺しっかりと捉えながら生きていっていただきたいかなと思います。徐々にね、人間は理性が感情を操れるようになってきます。そうなってくると、もしかしたら一目惚れっていうのもなくなっちゃうのかもしれませんね。私は恋愛っていうのはすべからく一目惚れが全ての動機になってくると思うんですよ。どんなところに一目惚れするのか、それはね、いろんなところがあります。見た目なのかもしれませんし、ほろっと見せた優しさ、涙なのかもしれません。ぎゅっとね、抱きしめてくれたその太い両腕に一目惚れして、女性なんていうのね、よくキュンとなるっていう表現がありますけども、もしかしたらそういう瞬間にハマってしまうのかもしれないですね。じゃあ今回は以上です。